ハリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。じゃあ案内さん、うん、お互いの、うん、マイクスタート、うん、オーディオインターフェース、うん、全部の代金を合わせた。そうね。だから、はい、勝てばタダってことでしょ。勝てばタダす、もらいます。負ければ2倍、2倍っす。2倍払うと1人当たり10万円近くなんて20万。なんでこんなことになったんですかね。いや、悪ノリですよ。でもどうせやるんだったらね、はい、そうですね、動画にね。あ、そう、我々フォートナイトやる芸人なん で、ね、いやでもフォートナイトで決めたいなと。あ、同じぐらいです。 1V1 20万。まあでも負けて勝ってもね、あのあれが上がるんでね。そうね、そうよ、ね、そう、負けたとしても、あ、安西さん、アリケンに10万の前買ったんだみたいな感じで思われるし、るね、いや、いや、俺は負けない、負けたくない。ちなみに俺も払いたくないです。ぶっちゃけ、俺の方がちょっと頭1回ぐらい出てると思う。そうね、強い強い。だから俺は不利なんだけど、でも、かかった時の、今までの統計的に、俺が弱いんすよ、なんか かけた時に、うん。絶対有利だから、もう最初に決めとこう。じゃあ、マイクを、ブルーの、これっすか、なんか 4万ぐらいするマイク、はい、プラスアルファこれおそ、どっちが勝ってもこれ、はい、了解です。でオーディオインターフェースを2万円ぐらいなの、2、3万かな、3万ぐらいのと、これは4万ぐらいのやつがいいです。あ、じゃあ4万ぐらいのやつと、はい、じゃあマイクさんと1万5000とか1万5000ぐらいのやつ、だいたい1人10万ぐらい。うわよし、くそ、俺は負けねえ、俺は負けない。前いっぱいやったんだよな、こういうことも。でも、いや、でもアリちゃん格がちげえ。ただになるから、言うたらう、ね、アリちゃんのが有利なんだから。そうす、ね、武器はどうする。じゃあ金スカート金ポンでいきますか。じゃあ3本先取りで、最初に3本取った方の勝ちで。それじゃあお願いします。オッケー、行くぞ。オッケー、よーし。もうね、無言になるんだよね、絶対。言うてあんないさんもマジうまいからな。ほら、ここに屋根置くもん。あんないさん、この石より3万円の価値があるってこと。3万3000円、やばすぎるんだけど。やめてって、ちょっと、やばい、ちょ、大丈夫。よし、1本取り、オーケーです。じゃあ、1-0ね。オーケーです。じゃあ、地面に落ちたらもう負けにしましょう。あ、オーケーオーケー、そうしよう、そうしよう。うわー、10万何ができる。俺、10万円ってなったら何ができる。危ねえ、落ちかけた。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、危ねえ、めっちゃいい勝負じゃねえ。おいおいおい、あれでも知見取ろうよ。今3万だぞ、3万だぞ。いや、ほんとにやだ。やばい、吐きそう、吐きそう。やばい。もう無言なんだけど俺ら。金の力は偉大だよ。やばいやばい、本当に勝ちたい。やあちょっと、え、リーチ
リーチリーチ、あと1本あと1本10万だぞ俺、勝て頑張れ行きましょう、アナイさん行きましょうや、勢い取りますよ俺は、頼んだ、あっけん負けたくね、負けたくね、負けたくね、絶対俺らあのフォートナイト史上 1V1 で一番金かけてる、実況できねえこんなの、うわあ、やばい手が震える、本当に震える、もう何やってんだ俺やばい、やばい、頼む頼む、やばい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 って、マジそれはよっしゃいやばいやばい、今俺死んだと思ってました、よしこれでおい次で決まるんだよ、おいおい、なんかアリちゃん言いたいことあるかい、俺は自分を信じるここで負けるわけがない、今のは乗っちゃってるよ、乗っちゃってるよ、アジア4位の男だ、始まった20サラリーマン、サラリーマンの給料、サラリーマンできる、あ、やばい、いやでも動けてる俺、いいよ、やばい、うわぁ、やだ、概要欄の方にね、案内さんのね、あのチャンネルも載せておきますので、皆さんそちらのチェックよろしくお願いします、案内さん今の感想一言どうぞ、アリケンカス死ね、ゴミ死ね、やったー、ということで、ね、ということで皆さんチャンネル登録お願いします、でん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 、太ってるとか言わせない、君は心も一緒に、大きいよ丸いとか言わせない、意外にとんがってるところもあるから、君はいつも唐揚げにマヨネーズをかけてるね、僕はいつも羨ましそうに配信で見ているよ、 YouTube で出会った素敵なベイビー、綺麗な横顔一目惚れボンバ、つまらない話にうなずく君、そんな態度に胸キュン気味、初めて出会った CR フェイス、大きいと思ってちょっとビビったけど、やっぱり小舞台みたいで可愛いな、君はいつも唐揚げにマヨネーズをかけてるね、僕はいつもそれ見てよだれだらだらで楽しそうだね。